大隅マリコは日本の生物学者、絵本作家、学位は博士、一万が常用漢字表に収録されていないため、報道等では大隅マリコと表記される場合もある。旧姓は中澤。筆名は五足一万、西東京科学大学理工学部助教授、帝京科学大学理工学部教授などを歴任した、山口県生まれの分子生物学者、及び、 細胞生物学者である、西東京科学大学や、帝京科学大学において、教弁を取った。酵母の環境応答についての研究や、酵母に対する抗生物質の影響についての研究が知られている。また、夫である、大隅義則や水島昇らと共同で酵母の自食作用について研究し、オートファジーのメカニズムを明らかにした。この研究業績は、 吉典ののノーベル生理学、医学賞の受賞に寄与したことでも知られている。1947年、山口県にて中沢家の御女として生まれた。東京都調布市にある東方女子高等学校を卒業した。東京都立大学に進学し、理学部にて生物学を学んだ。1969年に東京都立大学を卒業した。大学卒業後は、 東京大学の大学院に進学し、理学系研究科にて、総管理科学を学んだ。また、大学院の同じ研究室で学んでいた、大隅義則と知り合い、互いに大学院生のまま結婚した。それにより、中沢から大隅に生を改める。1971年、東京大学の大学院における修士課程を修了した。2015年10月29日、 ガードナー国際賞受賞式にて、カナダ中殺特命全権大使も字健次郎、東京工業大学栄誉教授、大隅義則と1972年に長男を出産したことから、それを機に民間の研究所に就職した。その後、夫である義則が留学することになり、共にアメリカ合衆国に渡り、同じ大学で研究を続けた。 1977年に次男を出産した。1990年に西東京科学大学が開学すると理工学部にて教弁を取った。理工学部においては主としてバイオサイエンス学科の講義を担当した。1996年に西東京科学大学は提供科学大学に開祖されたが引き続き理工学部にて教弁を取った。なお、理工学部では 助教授を務めていたが、後に教授に承認した。なお、帝京科学大学では、バイオテクノロジー研究センターにも、席を置き、安楽康弘と共に工房を用いて、深核細胞の未知の機能を解明する研究に、従事した。また、岡崎国立共同研究機構が設置、運営する基礎生物学研究所とともに、工房をモデルとするオートファジーの共同研究に、 従事した。2004年に、帝京科学大学を退職した。五足一万の筆名で、絵本作家としても活動した。主な作品には、母である、中澤千恵子が語る昔話を絵本化した、チャックリカキや、父である、中澤久志三郎をモデルにした、じいちゃん自転車出発進行などがある。専門は、生物学であり、 特に分子生物学や細胞生物学といった分野の研究に取り組んだ。研究の主題として酵母を取り上げることが多く、小さな生き物から大きなテーマを生み出すことこそバイオ研究の醍醐味であろうと述べている。具体的には酵母の環境応答についての研究と酵母と抗成物質との関係についての研究をそれぞれライフワークとしていた。 公母の環境応答に関しては、夫である大隅義則らと共に、公母のオートファジーについて、共同で研究した。その成果を、ネイチャーで発表した際にも、論文の共同執筆者として、名を連ねている。このオートファジーについての研究業績は高く評価され、後に義則のノーベル生理学、医学賞受賞につながった。その他、石浦正一や王の茂雄らと共に、 生化学を上司するなど、専門書や学術書の執筆にも当たっていた。また、学術団体としては、日本細胞生物学会、日本分子生物学会などに所属した。ありがとうございます。